皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。各地でイベントが盛んな時期になりましたね。朝晩が冷え風邪をひきやすくなるので体調管理に気をつけましょう。今週はご覧の内容でお送りします。それでは街の話題からお送りします。はじめにルポン国際音楽祭2022が10月2日日曜日に開幕し、赤穂市と姫路市の4会場で開催されました。ルポン国際音楽祭は播磨ゆかりの世界的バイオリニストで、現在ベルリンフィルハーモニー管弦楽団第一コンサートマスターを務める柏本大新さんを音楽監督に、市民の皆さんが気軽にクラシック音楽を楽しめる機会を提供しようと開催されている音楽祭です。2007年から開催されているルポン国際音楽祭は今年で16年目を迎えます。2012年からは赤穂市と姫路市の共同で開催しています。今年は10月2日から9日までの6公演のうち5日、6日、8日、9日の4公演は姫路城二の丸と書写山円行寺、阿久里江姫路大ホールで行われました。ルポンとはフランス語で架け橋を意味します。音楽を架け橋に人と人との絆を大切にし、平和で幸せな世界を作りたいとの願いを込めて名付けられました。今回の音楽祭には柏本大新さんをはじめ、世界を舞台に活躍されている15人の演奏家が参加。モーツァルトやベートーベンの作品など芸術性の高いクラシック音楽が披露されました。次に10月10日スポーツの日にウインク陸上競技場で姫路市スポーツ祭が開催されました。姫路市スポーツ祭はスポーツを通じて幼児から高齢者まで市民の健康づくりや生きがいづくりを推進するため毎年開催されており、今年で57回目を迎えました。各種目のスポーツ団体が堂々とした行進で入場し幕を開けた姫路市スポーツ祭。開会式では清本秀康姫路市長が挨拶しました。でも様々なスポーツを開館し、心身ともに健康になる体制に変わってまいりました。どうか今日一日、これまでの3年間耐えてしまった絆はもう一度組み直し、お互いのことを称え合い、スポーツマン精神を寛容する素晴らしいスポーツ祭になりますことを記念しております。続いて参加者を代表して阿保市中学校長安真奈美さんが力強く選手宣誓を行いました。正々堂々戦い抜くことを誓います。令和4年10月10日選手代表姫路市立次に姫路市のスポーツ振興に長年にわたり功労のあった方々や、優秀な成績を収めた選手、選手指導に携わられた指導者の表彰が行われました。開会式の後、陸上競技場ではジャベリングボール投げやスナックゴルフ、ビクトリーナウインク体育館では卓球体験や体操体験などが行われました。その後リレー競技が行われ、選手たちは爽やかな汗を流しました。
この日は姫路市のスポーツ関係者が一堂に会する年に一度のスポーツの祭典。5000人を超える参加者がスポーツの秋を満喫しました。続いては市長のコーナーです。まあ、時々姫路には来てるんですよ。ここには県立大学ありますしね、それから公園にも来ていますのでね。でやっぱり来るごとに町の様相がねどんどん良くなってるっていう、まあ、50万都市にねふさわしい駅前になってきているっていうことは、我々たまにしか来ない人間にもよくわかると。町づくりってやっぱりその一朝一夕ではできませんので、まあ、これはもう前任市長さんがやってこられて、で、まあ、私自身も本業の、まあ、医学の研究の中で健康な市民生活は駅を、まあ、中心としてだいたい800メートル圏内を楽しく歩けるというのがフレイルの予防になったり、また心の、まあ、いわゆるウィンドショッピングができるとか、いろんな気づきがあるということで、楽しく歩ける800メートル圏を作るっていうのが、まあ、震災復興後の街づくりでもありましたので、健康的なウォーカブルな街としてですね、第1回の国道街づくりアワード国土交通大臣賞を今年受賞させていただきまして、街づくりハードだけではなくって、今度は健康とか認知症を予防するとか、そういうソフト面にも使っていきたいなと思ってます。要はね、災害がないということはみんなね安心して生活されてる、ね、そこですよ。それとてもね、町の落ち着きという意味ではとても大事なんだけども、起こるかもしれないと思っていただくと閉めたもんですよ。これね、名古屋の近くに春日井っていうね町が、まあ、人口30万ぐらいの町ですけどね、これ全然災害ないんですよ。で実は震災の後ね、市民大学というのができましてね、僕はですから27年前から毎年講師でね、その市民大学で防災の話をしてきて、でね、みんなにね、ここ災害全然起こったことないでしょうと、だけどね必ず起きるから、だからそのためにはね事前にやらなきゃいけないことがありますよってずっと言ってきたんですよ。3年前ね、水害起こったんですよ。川が溢れた、やっぱり異常な雨降って川が溢れた、その時にね、やっぱり市民大学を中心に受講生が街づくりをやっておられたんで、それ役に立ったんですよ。だから起こらないからそのままにしとくんではなくて、起こることも考えた街づくりをやっていかなければいけない。だからいきなり防災じゃなくて、もっと素敵な街にするのにはどうするっていうようなところに防災を入れていただいたらいいと思うんですよ。でだから初め関心が低くてもね、防災っていろんなところとつながってますのでね、ということは逆にいろんなところが豊かになると防災も強くなるということじゃないですか。それ起こった時にどうするかということもきちっと考えておいてくださいねっていうことだと思うんですが、みんなで防災意識を高めていく、だけど特別なことじゃなくて日々の生活をもっと面白く豊かにするっていう意味で、私自身も防災に対しては特別なことではなくって、平時にもある程度使えて、そういう災害時、まあ、有事の際にも大変役に立つっていうような訓練のあり方とか、今姫路市がこの度、マイナンバーカードの保険証利用した人は、その処方箋の情報を救急搬送の際に見れるっていう、でこのモデル事業の、全国6事業のうちの一つに選ばれまして、で今そういったことを消防と地域の方々と医療機関で連携を始めたところなんですけど、
これ平時の際には薬手帳忘れてきましてんって言った時にでもそれを見れることになりますので、かぶる薬が減るということは医療費も下がりますし、プラス薬と薬の効きすぎで血圧下がってひっくり返るみたいな、そういうことも予防できるから、薬手帳の代わりに、災害時は特にそれをすぐに対応できる方法としてこういったものを普及したいなと思ってるんですけれども、やっぱりね、一番大切なのは子どもですよ。だからその未来都市になるときにね、子どもどうするって、子育ても含めてね、やっぱり市の中心に子どもどうするって、例えば災害起こったときにね、避難所に行ったときに、じゃあいつまで学校休むんやとかね、いろんな問題が出てくるわけですよ。ほんでやっぱりね、大人にとってね、子どもがどうあるかって一番心配なんですよね。だからまずね、何かを考えるときに子ども大丈夫かっていうね、これ先行させたらいい。だからやっぱりその中で姫路市は子ども大切にするんだよ、視点がそこから外れないっていうことをやっていただいたらいいと思いますが。そうですね、まさに今回コロナ禍っていうのが、緊急事態宣言が4回、補正予算も12回組ませていただきましたけど、経済対策以外はほとんど、コロナと経済対策なんですけども、インフラをどんどん投資していったのは子ども環境に関してっていうことですね。やっぱり学校とか子どもさんはやっぱり未来に対しての大きな財産として育てていかなければならないし、姫路でも実はグローカル人材育成っていう点で国から SDGs 未来都市を選定していただきました。今我々が次の世代に残す思いを子どもたちが引き継いで、お城も本当にこと言うと SDGs の象徴で、もったいないから使えるものを使いながら改修して400年間、でそういったその環境にも、それからその人を大切にする街づくりとか、そういったマインドを持ってる人を育てていくっていうグローカル人材育成を中心に添えて、でやはり今日の先生のお話にもありましたけど、国際化ですね。それがやっぱり僕は姫路市の独自性だと思うんですよね。だからやっぱりそれだけの実力を持った市だから、ずっと継続するだけじゃなくて、それを踏まえてこうチャレンジするっていうか。インフォメーションのコーナーは姫路何でも行政相談所開設についてのお知らせです。姫路何でも行政相談所を10月25日火曜日午前10時30分から午後4時までの間で開設します。場所は姫路市役所10階大会議室。内容は行政相談委員や国・県・市の担当者、司法書士・行政書士・交渉人などが相続や遺言、登記、税金、道路などの相談に応じます。また神戸地方法務局はオンライン相談を実施します。受付は当日受付で先着順です。詳しくは姫路市市民相談センター、電話番号 079-221-2102、 または総務省兵庫行政評価事務所、電話番号 078-331-9096 までお問い合わせください。今回のウィークリー姫路はいかがでしたか。最後にハッピー姫路っ子をご覧いただいてお別れしましょう。さようなら。